私もこの方たちのステージを楽しみに今日参りました。ご紹介しましょう。 SGM の皆さんです。拍手お願いします。よろしくお願いします。大きい指輪だね。
皆さんこんばんは。ようこそ玉造り温泉へいらっしゃいまして、そして、我々のステージ、玉ステージの方、お越しいただきまして、誠にありがとうございます。私たちはですね、今お聴きいただいたようにですね、日本の歌謡曲を、ジャズアレンジにして、やっております。SGM と言います。先ほどお送りしました曲はですね、1曲目が私の若い頃の本当にアイドルでした、中森明菜さんの曲で、飾りじゃないのよ涙のですね、作曲は井上陽水さんですけれど、そして2曲目がこれも私らよりちょっと上のお姉さんたちの、恋愛のカリスマ、松任谷由実さん、当時は新井由実さんですかね、の中央フリーウェイをお届けしました。続きましてまた2曲、お届けしますけれども、曲の方は終わってから紹介しましょうかね。はい、それでは、お聴きください。
が満杯だました。2曲続けてお届けしました。3曲目ですね。3曲目はあの、先ほどは、昭和の、いい時代というとあれですけれども、お曲でしたけれども、ちょっと新しく、平成の歌姫といえば安室ちゃんですね。安室さんの、Can You Celebrate
そして、もうこれはもう昭和、平成、令和、今もまだもう70歳だったんですかね、あの人たちね。昨日もなんかテレビで特集やってましたけどね、本当にお化けバンドですよね。でもこれサザンの曲じゃないですね、これ桑田佳祐さんの夫人の曲ですよね。で、真夏の果実、お届けしました。はい、5点メンバー紹介ですね。はい、じゃ あのメンバー紹介の方、していきたいと思います。それでは、ど真ん中、ごめんなさい、驚かせました。はい、帽子をかぶっております。オンドラム、ガモセヤ、そして、それでは、川の下流側から、オンベース、スミノブユキ。そして、ね、ベースとお揃いの T シャツを着ておりますけどね、別に2人付き合ってるわけじゃないですよ。ですね、オンギター芦塚誠司です。はい、そして、サックスですけれども、サックスだけではなくてですね、あのこのバンドの曲のアレンジをすべて、この方がやっております。オンサックス、そしてアレンジャー、井川明宏。はい、そして私あの司会進行をやっております、小田川と申します。よろしくお願いします。それではちょっと打って変わりましてですね、ここであのジャズの、スタンダードを、お届けしたいと思います。ルート66です。
ありがとうございました、ジャズのスタンダードナンバーから、ルート66でした。はい、早いもので、これが一応最後の曲になります。一応最後の曲ですのでね皆さんよろしくお願いします。次の曲はですね、とても2年ぐらい経ったかな、まあ僕らにとってはつい最近ですけれども、大ヒットしました、鬼滅の刃、ご存知ですかね、鬼滅の刃から、ホムラという曲を、最後にお届けして、一応終わりたいと思います。はい、それではお聴きください。
がとうございます。アンコールいただきました。思わぬアンコールでしたね。ありがとうございます。それではですね、アンコールですけれども、実は我々ですね、このバンドタマステージが始まった時からだいたい声かけていただきまして出ておりましてですね、で、まあ、その中でもこういった感じでやっておりますが、サザエさんもですねエンディングテーマというのがだいぶ皆さん浸透して、来てたんですが、今日はなんとサザエさんのオープニングテーマをやりたいと思います。本邦初公開ですのでよろしくお願いします。以上で我々の演目を終了します。また来年お会いしましょう。ありがとうございました。